はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回はまたも無得点240分ゴール決まらずということで、まあ3試合連続、無得点、そんなゲームになってしまった今回の、長野対北九州のゲームのマッチレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、いやなかなかこう見ているのも辛いゲームになってしまったんですけれども、この、長野対北九州のゲームでございますね。まあ、この試合もね、北九州、まあ、結果としてですけれどもね、得点決まらず240分ですね。まあ、今年ねシーズン5月、6月、まあ、4月から6月ぐらいにかけてもうなかなかこう点が、決まらない試合というのが多かった北九州にはなってくるんですけれども、夏場はですね6月の半ばぐらいからはね結構点が決まり出していたんですけれども、ちょっとまたここ数試合、得点が決まるということで、ちょっとこの辺はですけど、まあチーム事情いろいろあると思うんですけれども、まあ、難しさがあると、まあ、その辺の話も含めてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方ではジェリーは九州で浦和レッズを中心にやっているので、こうやってチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、早速やっていきましょう。まずこちら両チームスターティングメンバーでございますけど、こんな形と、ね、なりました。まあ、北九州藤川選手、上方選手の2トップでございますね。そして、まあ、ダブルボランチ前田西村継続、そして左にも、この試合も平山選手が入りました。そして、左サイドバックのところで長谷川選手が、まあ、スタメンということでございますね。結構僕は、ね、注目して見ていたんですけど、ちょっとこうプレーに波があるというか、ね、特に守備のところでもそうなんですけど、なんかこう、なかなか試合に入りきれていない、そんなまあ前半であって、後半もね、ちょっと楽しみにはしていたんですけども、ちょっとまあ途中交代と、ね、後半頭からの、交代となってしまったので、ちょっともうちょっと長い時間、見たかっただけにちょっと残念だったなという感じがしておりますけどもね。はい、そして、試合結果こちらでございますね。1対0長野が勝利ということで、山本選手ですね、長野山本選手の得点で長野が逃げ切った、このゲームでございます。まあ本当この結果、北九州が3試合連続で得点がない、そしてまあ2試合、ね、連続でこれ、長野県勢に敗れてしまったんで、そこはちょっとやっぱ悔しさっていうのは感じてほしいところにはなってきますし、やっぱ北九州もう1個レベル、ね、高めてほしいですね。まあもう1個とは言わずなんですけどもね、ちょっとなんかこうチームとして、まあ、シーズン終盤にこれから入っていく、まあ、J3 はまだゲームがあるんですけれども、しかし、まあ徐々にまあシーズン中盤から終盤にこれから入っていく、そこを、ね、シーズン終盤に向けてどういう形でこれ、シーズン の, この終わりに向けて頑張っていくかとか、ね、これ、形を作っていくかとかっていうのがあると思うんですけれども、ちょっと停滞している感じがするんで、ね、ちょっとそこは今後の課題、まあ、成長していくという意味でもですけれどもね、やっぱこう、ね、なかなかこれ今年の昇格、ね、J2 昇格というのは北九州、まあ、正直やっぱ厳しくなってはいるんですけれども、しかしまあやっぱりこう成長とか、ね、来シーズンに残る何かを残すための、シーズン中盤から終盤戦に僕は、してほしいと思っているんで、そこは、今後期待していこうと思ってますけどもね。はい、そして北九州前半レビューということで、やっぱりこうバタついていたのは左サイドでのプレーですかね。これ左サイドバックとか左サイドハーフの選手がバタついていたというよりも全体的にですけど、こう、左サイドでのプレー、まあ、誰が誰とかじゃないんですけど、ね、この、左サイドでのプレーというのは結構バタついていたイメージですね。ちょっとこう、ね、判断悪くボール奪われてしまって決定機作られてとかね、そういうシーンもあったんで、なんかこうミスというか判断ミスとかね、そこが多かったイメージがあるのは左サイドですね。なんだろうな、まあ、結局、ね、失点シーンに関しても左サイドの北九州から見て左サイドでのミスをきっかけにですけどもね、最後失点しているんで、ね、そこはやっぱり北九州としてはちょっとこの試合は90分間通してですけども、ね、ちょっとバタついているというか、ね、なんかうまくいっていなかった、はまらなかった、まあ、もしくは中野の、右サイドの選手が良かったって考えることももちろん、できるんですけども、なんかこううまくいっていないなっていうのを、90分間、感じた左サイドだったなっていう感じてますけどもね。で、まあ、前半から本当ボールロストからのピンチが続く、これもなんか左サイドからが結構僕は多かったイメージですね。で、まあ、しかしそこはですけどもね、まあ、前節に続きゴールキーパー加藤選手が、ね、好セーブで応える、まあ、なんとかしのぐということで耐えたんですけどもね。だから、北九州ね、勝ちはないんですけども3試合一応最少失点なんですね。まあ、サッカーってなかなかどう評価するか、難しいところにはなってきますが、一応失点としては最少失点、来ている、まあ、これがだから難しい本当ね。これ大体これ昇格ですね、まあ J
J2 も、J1 も全部ね、J3 も全部そうなんですけどね、まあ、何かしらのタイトルとか、ね、昇格をするチームというのは、やっぱり1試合平均 1.0 前後なんですね。やっぱりどんなに強くてね、優勝するチームであっても、やっぱり1点前後は、取られてしまう。まあ、昨年の J2 で言うと、京都とか、岩田もそうなんですけれどもね、まあ、1点前後やっぱり、取られてしまって、確かどっちかが1点台切っていたかな、どっちかが1点なんぼで、どっちかが 0.なんぼだった気が、しますが、そこちょっと今パッと、思いついた話なんであれなんですけど、うん、ただやっぱりこうね、うん、どうしてもやっぱ強いチームでも1試合平均で、換算すると 0.8 から1点は取られてしまうというのがシーズン終了後のですけどね、まあ、数字になっていくんで、まあ、1点取られる分にはなんとかね、これ、まあ、いいというかですけど、最初失点は良くはない、まあ、これ、ね、失点することは良くはないんだけど、ただやっぱりこう、やっぱり90分間ね、ゲームコーディネートしていく上で、やっぱり1点取られるというのはちょっと想定して、ゲームをしているはずなんで、そこからオフェンス陣がどんだけ、頑張るかですね。本当に強いチームって、まあ、1試合平均それこそ、まあ、1.6 点とかね、やっぱり平均得点の方が1試合平均のこれ失点数を上回る、まあ、これ当たり前のことなんですけどね、当たり前のことなんですけども、やっぱりこう得点力があるチームというのを上に行くんでね、まあ、中古と考えても最初失点ね来ているというのは、まあ、ある意味評価するわけではない。まあ、もちろんね、完封試合がないんでね、これ、ね、無失点で抑えていれば勝ち点でも取れているという状況なので評価するわけじゃないんですけど、ただもうちょっとね、守備陣の頑張りというのが報われてもいいのかな、特にゴールキーパー加藤選手ですけどね、というのがあるんで、やっぱオフェンス陣ですね、そこの方が課題かなってやっぱり感じているわけでございますけどね。まあ、だ前半に関してですけど、長野本当複数回決定機があって、そこを決めきれずということで、そこは北九州も、あ、運があるなってね、あのゴールポストに当たったシーンもですけどね、あれ入るかなと思ったんですけど、なんとか抑えることできたんで、あ、これ運としてはですけど、これ運は北九州に向いているなということを感じた前半だったので、これ後半何か起きるんじゃないかなって思っていたんですけれども、さあ後半こちらでございますね。後半レビューということで、しかし本当ね、さっきも言った通り、やはり失点は左サイドからのミスですね、パスミスから始まって、まあ、そこだからね、長野がうまいと取るか、それとも北九州の、まあ、実力不足と取るか、どちらかという話になってきますがね、まあ、長野がやっぱうまいと考えた方が、まあ、気持ちとしては少し楽なのかなってのはやっぱりありますけれどもね。で、この試合実況の方が、まあ、北九州はポジション率が、ね、リーグトップレベルでいいと、まあ、確か1位ですよね、今ね、ポジションは本当高いチームであるという紹介があったんですけど、じゃあ何のためのポゼッションなのかということを、考えると、やっぱりこう最終的には得点を、取るという目標があって、そのためのポゼッションなわけで、ボール回すことが目標になってしまっては、意味がない。やっぱ得点を取るためにっていうのがあります。まあ、これチームによってはですけど、まあ自分たちでボールを持つ時間を長くすることによって、まあ、失点のリスクを減らすとかね、そういう戦い方ももちろんあるんですけど、どちらかというと、まあ、北九州はやっぱりこれ、上に行かないといけないチームなんでね、これ、点を取るためのポゼッションであるべきなんですけど、それがうまくいっていないんで、正直ここ最近のポジションに関してはあんまりこう意味がないのかな、まあ、意味がないことは正直まあないんですけども、ただまあ結果として結びついていないんでね、まあ難しいですよね。自分たちでボール持ってやりたいことはできているはずなんだけども、最後のクオリティ不足ということ、まあそこをどうするかですね。であとゴールキーパーで言うと、長野のゴールキーパー大内選手も最後のところもそうなんですけど、本当安定してましたね。キャッチング、セービング含めて、まあ、この大内選手は結構安定していたイメージが、印象があるんで、そこはやっぱり北九州よりも、ね、北九州のオフェンス陣、そこを上回ったのがゴールキーパーの大内選手なのかなというのはやっぱり感じましたけどもね。で、だから最後の形ですね、ポジションすることはできているんで、これをまあ実戦でどう形作るかというのはちょっとやっぱ一つ課題になっていくと思うんで、そこはやっぱシーズン終盤に向けてですけど、まあ、本当ね、北九州もう、まあ、どうなるか分かりませんけどね、まあ、新人、まあ、2年目か2年目のカルドナ選手とか、まあ平山選手、この辺やっぱりもっと絡んできてほしいですね。まあ、2試合連続ですから、ね、平山選手がねスタメンではあるんですけれどもね、この、平山カルドナ、昨年の、まあ、新人選手、今年こそ1か2か抜けてくれるんじゃないかと期待はしていたんですけど、なかなかこれ、思っていたよりもこう成長が、止まっているというかですけどね、まあカルドナ選手今シーズン初得点、まあ、プロ初ゴール、今年決めているんですけど、もう少しもっと、決めてくれと困るという話でございました。この、まあ、昨年加入した、新人2人の攻撃的な選手ですね、平山選手と、カルドナ選手、ここはちょっとシーズン終盤に向けて僕は爆発を、期待していこうと思いましたけどもね。はい、ということでございますね。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルの続いてはチャンネルでございます。さら